鎌田大地さん、トルコ1部の名門フェネルバフチェ移籍へ。ステップダウンしてて草。香川いじるの再来。いい加減なイタリアなんか狙うからだよ。最初からプレミア狙ってればよかった。ミランって言ってたじゃんかよ。なんか誰だかもサウジ行きの可能性あんだろ。日本人選手全員やべえな。オワコンロードやん。トミアスとキシュナ。サウジ経由で入荷するエレンタルや。トルコって必ず噂出るような。適当に書いてそう。ミランが鎌田獲得を最優先にしていない。鎌田って試合見てると数字の割に微妙だよな。PK ばっかやしな。メガクラブなんて言ったら蹴らせてもらえないからノーゴールで終わる可能性が高い。なぜセルビアリーグ行かないんだ。浅野ですら得点ランク2位になれるからそこそこ活躍できるかもな。まさかベンフカを下回ってくるとは思わんかった。奇跡の噂で世界を股にかける男。もしよければチャンネル登録お願いします。